ラジオ HTV1 月20日の放送が終わりました。もうねあっという間の1月ですけれども、そうですね、はい、あっという間というと、うん、磯田さんも来月、はい、アリゾナ行きますよね。まあ、そうですね、来月と言いますか1月の28日の日曜日から、はい、あ、行ってきますよ。はい、もう行きますか。3週間、ね、長いですね。英語話せるようになるんじゃないですか。どうなんですかね。3週間ぐらいいたら。でもあの実は去年もアリゾナのキャンプ、ファイターズの取材に行かせてもらって、去年は本当に話せなかったんですよね。もう身振り手振りで、あと片言の分かる単語をなんとか紡ぎ出しながら喋ったんですよ。で多分今年はそこから1年あったので、はい、どうなんでしょう。いやもう。ね、My name is Yusuke Isowata っていうのを、yeah. あの一押し一押しモーニングの中で多分披露してくれると思いますそうですね。そして帰ってきたら多分ラジオ HTV の中で急に、はい、Ladies and Gentlemen みたいな感じ で、ね、多分入ってくる。多分 Radio Name っていうでしょうね。あーちょっとイラッとしますけどそういう感じできますか。リスナーの方離れていっちゃわないですかね。大丈夫ですか。ちょっとわかんないです。なんか かっこいいなみたいな。あ、本当ですか。うん、であのキャンプ取材といえば、うん、菊池さんの方が私よりも歴長いですから、何かこう、アドバイスこんな風にやるといいよっていうのあったら教えてほしいんですけど。もう私が言えることは一つです。何ですか。体調管理に気をつけてくださいと。そうですね、間違いないんですよ。間違いないです、はい、とにかくアリゾナは暑いし、はい、朝晩は冷えますんで。そうなんですよね。体調を崩しやすいです、はい、しかも乾燥しているので、うん、風邪もひきやすいというのがありますんで。そうですね、水分しっかりとって日焼け止め塗って、はい、風邪ひかないように頑張って、はい、日本に熱い情報を伝えてください。 そうですね、そしてあのそのこぼれ話などは私がこの日本に戻ってきたらラジオ HTV でたくさんお届けしたいなって思いますので、はい、野球以外の何か面白い話もぜひ仕入れてきてください。そうですね、プライベートの話せる範囲のプライベートの話もね、はい、ぜひぜひネタ仕入れていきたいと思いますので、その間しっかり守っててくださいよラジオ HTV。 はい、ちょっと上から目線に来ましたけれども、はい、磯畑アナウンサーがいない間は私たち、はい、他の3人、はい、そして森アナウンサーも ね、 そうですね、2月には登場する予定になっていますの で、 このメンバーでお送りしますので、引き続きお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。